変な家とかいるの、変な栗原だよお前これ。言ってることやばすぎでしょ。話ずれてるかもしんないけど、栗原逮捕した方がいいよ真っ先に。本日なんですけれども、久しぶりのリアクション動画になっております。こちら受付さんという方の、不動産ミステリー変な家、はい、こちらちょっとねもうすでに聞いたことあるよって人も多いかもしれません。見てみたいなと、うん、思いまして、本日、完全初見、多分ね怖いんだよね、怖い話です、私も怖いです、はい、最後まで見ていきたいと思います。では行きましょう。これはある家の間取り図です。あなたにはこの家の異常さが分かりますか？間取りに不可解な点があります。不可解な点。1階リビングと台所の間に謎の空間があるので、確かにドアがないため中に入ることができず、不動産屋に聞いてもよく分からないと言います。軸じゃないこの建物。その上で不都合はないけど、なんとなく気味が悪いのでこの家を買うべきかどうか悩んでいるそうです。俺だったらもう偶然グーでぶち壊すけど、穴開けて設計士をしている栗原さんという人がいるので、その人に相談してみることにします、うん、栗原さん、もしもし、お面が怖いわこれが。あ、お久しぶりです、受付と申します。事情を話したところ、一度間取りを見てみたいとのことで図面のコピーを送り、後日また電話をする約束をしました。うん、着信音が怖い、そもそも。もしもし、ウケツです。どうも、栗原です。いや、あ、栗原さん、うん、どうも。例の間取り図が届きまして、どうですか、今時間大丈夫ですか？はい、大丈夫です。戦場カメラマンみたいな声だよ。1階にドアのない謎の空間があるということなんですけど、うん、これって何だと思いますか？一つ確かなのは、これが意図的に作られたものだということですね。意図的にですか？栗原が怖いこと言うな。見てください、この空間は台所に接した2枚の壁によって作られています、うん、この壁がなければ空間は生まれないし、台所も広くなりますよね。そうだよね。台所を圧迫してまでわざわざここに壁を建てたということは、この空間が必要だったということです。なるほど、うん、何に必要だったんでしょうか？ね、本当そうだよね。もしかして最初はここを収納スペースか何かにする予定だったんじゃないですかね。なるほど。棚とかいつでもつけることね、別に。怖い話みたいなことではないんですね。怖い話求めんなよ。そうですね。ただおいおい、なんだ。いや、最初にこの間取りを見た時に随分変な家だなって思ったんですよね。そうですか。なんだよなんだよ。謎の空間以外特に気にならなかったんですけど、私が変だと思ったのは、うん、2階の間取りなんです。2階の間取り。2階。子供部屋を見てください。う、何かこう違和感を覚えませんか？なんでこの真ん中にあんだろうって感じだけど、俺からしてみたら、階段で2階に来て子供部屋に入るには相当遠回りをしないといけませんよね。廊下に一つドアをつければ済むのに、確かに、なんでこんな面倒くさい設計にしたんでしょうか？いや確かに。この家は買わない方がいいですか？まあ間取りだけでは何とも言えませんが、私だったら買わないですね。じゃあまた何かあったら。はい、失礼いたします。うん、ここまでは別に特に何ともないって感じだけど、ちょっと一回止めるね。まだ8分だね、話の約半分ぐらい。今んとこ特に何かこう、まあ怖いは怖いよ、なんか雰囲気とか醸し出す雰囲気とか、あとこの電話ね未だに使ってるけど、まあ、なかなか見たことないけど、うん、そもそも受付さんのこの様子だいぶ怖いけど、あと栗原さんだっけ、うん、なんかすごい想像力豊かすぎて、それもまた怖いんだけど。じゃあ続きま、いきます。これ本当に収納スペースなのかな、もしかして重ねると、あれ、おいおい電話すんなって。何、ね、はい、栗原です。栗原、何、たびたびすみません、受付です。あ、受付さん、どうかしました？あの、さっきの間取りのことなんですが、はい、もしかしたら2階の間取りと何か関係があるんじゃないかと思って紙を重ねてみたんです。そしたら1階の空間が2階の子供部屋と浴室の角にぴったり重なったんです、うん、なんか2つの部屋を橋渡ししてるみたいだなって。ああ、確かにぴったり合います、うん、これはでもなんか意味わかんないけど、それで、あの、
ちょっと思い、何思いついたんだよ。例えばですよ、子供部屋と浴室の床に1階につながる抜け穴があったとします。そうするとその抜け穴は1階の空間に通じてますよね。だとしたら1階の空間を通って子供部屋と浴室を行き来できると思うんです。思ったんですけど。めちゃくちゃ名推理じゃん。でしょうか。まあ非常にユニークな考えではあると思います。見てこいよ。ならただやっぱり現実的じゃないですよね。でもそうすると1階のこの部屋が、あの栗原さんどうか。怖い怖い怖い、これが怖い。ウケさん、今の話もしかしたら正解に近いかもしれません。近い。え、正解ではない。ところでもう一度聞きますが、この家の前の持ち主には奥さんと子供が一人いたんですよね。はい。両親は2階の寝室で寝て、うん、子供は子供部屋で寝るわけです、うん、だとすると1階にあるこの寝室は誰のものなんでしょうか。確かに家に遊びに来たお客さんとか。まあそんなところでしょうね。来客、子供部屋、浴室、そしてさっきの通路の話、今までの全てを総合して考えると、うん、一つのストーリーが見えてくるんです。うわ、ストーリー？ちょっと待って、なんかすごい、もう俺もう話にすごい今のめり込んでるなんかもうごめん、リアクションとか取れてないかも。栗原さんも乗っかってきてるもん、楽しくなっちゃってるもん。謎解き冒険バラエティー、てか電話で話さずに直接行って、うん、内覧で見に行ったらいいじゃん。怖え。続きいきます。私の妄想だと思って聞いてください。うん。かつてこの家には3人家族が住んでいた。妄想？夫婦はとある目的のために子供を子供部屋に監禁していた。夫婦はたびたび家に客を招く、リビングで雑談をしてダイニングで夕食を振る舞う、うん、夫は客に酒を勧める、客は上機嫌で飲み酔っ払ってしまう。すると妻が客にこう言う、今日はうちに泊まっていかれたらどうですか、そこにベッドルームもありますし、うん、もうすぐお風呂も沸きますから、うん、どうぞお入りください。いや言い方が怖いじゃん、言い方が怖い。客の窓のない浴室に案内される。客が風呂に入ったことを確認すると、妻は子供部屋に合図を送る。すると子供はあるものを持って床の抜け、あるもの、1階の通路を通り風呂場に侵入する。そして客の背中に刃物を突き立てる。なんで急にそんな話に。いや、これはあくまで想像ですよ。大量の血が流れ、やがて客は何も理解できないまま床に倒れ息絶えてしまう。つまりこの家はごく一般的な民家に見せかけた殺し屋の仕事場である、そういう仮説が成り立つんです。おい、栗原を今すぐ逮捕しろ。栗原を逮捕しろ。言ってねえことやばすぎでしょ。栗原怖っ。俺だったら電話切るぜ、関わらないぜ。不動産屋変えた方がいいと思うよ俺。いやガチで確実に変な家とか言うの、変な栗原だよお前これ。栗原が怖すぎる。まああくまで私の妄想ですよ。妄想が怖すぎんだよ。ところでさっき子供部屋の棚は抜け穴を隠すために置いたっていう話が出ましたけど、子供部屋にはもう一つ棚がありますよね。確かに。はい。とするとこの棚の下にも抜け穴があると考えられませんか。そうですね。もう一つの抜け穴はどこにつながってるんでしょうか。淡々と聞いてる。受けつも怖えわ。物置。物置ですか。それならこの家には死体処理のためのルートも存在していると言えますね。え？さっきの話に戻ります。風呂場には客の死体が転がっている。はい。当然そのままにしておくわけにはいかない。はい。外から見られずに処理する必要があります。はい。子供は一つずつ死体の断片を何時間もかけて自分の部屋に運び、そしてもう一つの抜け穴に落としていく。こうして死体は浴室から物置に輸送されるわけです。夫婦はそれを車庫に止めてあったであろう車のトランクに詰め込む、うん、そしてそのまま近くの山か林に捨てに行く。
これで死体の処理は完了です。やばい。つまり外から一切見られることなく殺人ができるわけです。どうでしょうか、何か気になる点でもありますか。いや、大ありだよ。そもそも物置の真上に浴室を作ればそんな手間をかけずに済むと思うんですよね。まあ確かに。なんでそうしなかったんでしょうか。確かに。そうですね、1階の間取りを見てください。玄関と車庫の向きを考えるとこの家は北と西が道路に面しているんじゃないでしょうか。すると浴室は家の一番奥に位置することになる。物を奥に追い詰めるのはハンターの心理として当然ですよ。ちょっと待って、いやごめん、筋ずれてるかもしんないけど栗原逮捕した方がいいよ。真っ先に探偵とかそういう次元の話ではない。あんたを奥に追い詰めるのが通常ですよね。じゃねえよ栗原、やば。まあ今までの話は全て仮説ですから本気にしないでくださいね。すみませんね、くだらない話に付き合わせちゃって。いえ、そんな、こちらこそわざわざありがとうございました。いや、礼言わなくていいよ別に。はい、失礼します。こんなやつに礼なんか言わなくていいんだよ。なに、まだあるの。もしもし。どうも、柳岡です。あ、柳岡さん、お久しぶりです。実は今さっきまで設計士の栗原さんと話してたんですよ。それで、それについてなんですけど、ウヘツさんにちょっと謝らなきゃいけないことがあって。なに。実はあの家、結局買うのやめたんです。え、どうして。あれ、今朝のニュース見てないですか。なんか、あの家の近くの雑木林でバラバラ死体が見つかったとかで。それで人づてに聞いたんですけど、被害者があの家に泊まったことがあるとかないとかで。まあ関係ないとは思いますけど、なんか気持ち悪いじゃないですか。それで今日断ってきたんです。あの家がその後どうなったのかは分かりません。栗原さんの推理が果たして当たっていたのか、私には知る由もありません。ただ一つ、栗原さんも指摘していなかったあることに気がつきました。何？来客を止めるための部屋とリビングの間になぜか小さな窓がついているのです。なぜこの窓が必要だったのか、この窓を通して何を見ていたのか、真相は闇の中です。宿題を残すな、宿題を。二度と関わりたくない。栗原にも柳岡にも右傑さんにもそれぐらい怖かった。